まあ、今までサッカーを、まあ、このコロナの期間見られなかった分もっともっと楽しんでほしいっていう気持ちでもあるし、まあ、自分たちも楽しみながらプレーできてるんで、まあ、それが、まあ、お客さんというか、まあ、ファンサポーター、まあ、サッカーを好きな人に届いてほしいっていうのはあります。そうですね、本当に中断長かったのでまずサッカーできるっていうことに、みんな感謝をしていますし、本当にいろんな方たちの協力があって再開できるので、まずはそういう感謝の気持ちを持って、明日の試合楽しみたいなと思います。